グルコースのブロック。グルコースは、ほとんどの生物の代謝経路に存在する重要な代謝物質である。炭水化物代謝とは、炭水化物の同化、以下、相互転換といった生物の生命において、重要な生化学の過程を意味する用語である。最も重要な炭水化物はグルコースであり、この担糖は、ほとんどの生物体で代謝される。グルコースと他の炭水化物は、 様々な生物種の代謝経路に存在しており、植物では大気から光合成によって炭水化物を合成し、他の生物はそれを細胞呼吸の燃料としている。炭水化物は1ムの酸化によって約4キロカロリーのエネルギーを産生する。普通、炭水化物などから得られたエネルギーは ATP の形で蓄えられる。後期呼吸を行う有機体は グルコースと酸素の代謝でエネルギーと一緒に副産物として二酸化炭素と水を放出する。すべての炭水化物は一般におおよそ CNH2 ノンの式で表すことができる。炭糖は化学結合によってスクロースのような二糖、デンプンやセルロースのような多糖を形成する。炭水化物は脂肪やタンパク質と比べてはるかに代謝が簡単であるため。 いち早く有機体のエネルギーとして蓄えられる。動物では摂取したすべての炭水化物はグルコースの形で細胞に届けられる。炭水化物は通常、グルコース分子がグリコシド結合でポリマーとなって支持構造を作ったりエネルギー貯蔵多頭として蓄えられたりする。しかし、水によって炭水化物は強力な神話力が作られ、 炭水化物水溶液の巨大な分子量のため、炭水化物の多量の貯蔵は複雑で能率が悪い。いくつかの生物では、余分な炭水化物は、アセチル COA に代謝され、脂肪酸の合成経路に入る。脂肪酸やトリグリセリド及び他の脂肪は、長期的なエネルギー貯蔵に一般的に使われている。脂肪は炭水化物を素水性にするより、 はるかにコンパクトな形でエネルギー貯蔵される。オリゴ糖、多糖を単糖に分解する酵素はグリコシドヒドロラーゼと呼ばれる。そして単糖単位になると単糖以下に入る。糖質調節とは体内のグルコースの安定した濃度維持のことである。これはホメオスタシスの一つであり、細胞の周辺環境を一定に保つ。インスリンは グルコースをグリコーゲンに変換させ、肝臓に貯蔵させる。インスリンは、膵臓で作られるホルモンで、血糖値が高い時に分泌される。また、インスリンは、筋肉でのグルコースの使用を促進させる。逆に、グルカゴンは、インスリンとは逆に作用し、低血糖時に、グリコーゲンのグルコースへの分解を促進させる。エナーチェティックス・オブセルラー・レスパーション・ハット A ・ノートン。 グライヒャラシスイズアニメーション、ハットヘキソースモノフォースフィート、パスウェイオアペントースフォスフェイトパスウェイザ、イムポータンスオブナットフ。ありがとうございます。